それから浜口です。有野です。ロフトの杉江です。若林翔太です。青井翔太です。本棚がないので段ボール生活です。内田理央です。なんか資格が欲しいなと思う今日この頃です。 NB48 の今本沙耶香です。何も資格を持てないの？そうなんです。なんで急に資格が欲しくなったの？いやなんか一個ぐらいは持ってたいなっていうのとか、 なんか将来になんか役立つもの欲しいなって。真面目ねえ、大丈夫だよ、もう歌があるんだからさ。いやなんか別でなんか、特技とかも特にないんで、なんか大喜利あるやん。うん、資格じゃないもんな。資格が欲しいのか。はい、スキューバーとかみたいなも、資格一応。もういいですね。なそれでなんか仕事可能性もあるよね。そうですね。仕事につながれば一番確かにいいですね。なんか持ってますか？俺ない。調理師の免許とかね、持ってたら。あね。かっこいいね。持ってない。持ってないけど料理してるよ。ああ、そっか。そうですね。持ってる風に番組で料理とかしてるけど。すごい、でもできるのは。なんだろう、なんもないな、確かに。でも、それ考えたこともあるけど。翔太君とか？なんかある？僕、撮りたいのありますよ。何？メール。ああ、メールか。資格？資格いるんだ。なんか撮る人もいますよね。そうですね。へえ。そう。っていうのも自分で、ね、イベントの時とかやったりもするから、いや、それほどの女性の方がね、やるようなものではないですけど、でもそれほどちゃんと綺麗に塗るような。で、練習しても僕結構手際良くないから、ちょっとちゃんと撮ってみたいなって思いますけど。いやいや、翔太くんがネイリストになったら儲かるよ、これ。お店開いたらですから。そう、儲かるよ。で、デザインとかもさ、翔太くんっぽいなんかさ、そう。ベルトいっぱいぶら下げてた。そう。4、5キロぐらいのネイルした。一指に。一指4キロ。一指4キロ。爪割れますな。でも、さやねえとかもネイルとかやったらね。ねえ。俺、さやねえ、俺、なんか大型取っちゃった方がいいと思う。ああ、取らねえよな。バイクね。バイク。バイクでもいいしね。11トン乗れるやつ。11トン。11が一番上ですか？トラック11あるよ。はい。俺持ってますよ、大型免許。はい。多分、さやねに似合いますよね、トラック乗ってるの。そうやって免許持ってたらどういうことができるんですか？トラックが運転できるし、知り合いだったら、ロケバスとかを乗せても、知り合いでね。なるほど。それで商売はできませんけど、商売する場合は2種。あ、いるんですか？はい。だからみんなでなんかどっか行くとか、は行けんだ。は行きます。車があればいいんですね。そうです。大型取ってメンバー全員さ、後ろに。そう、それ全然いい。真っ暗じゃないの？めっちゃいいね。それいいですね。だって、本当ロケで、ドライバーさんがいなくなっちゃった時、俺、自分でみんな乗せて運転してたりしてました。面白いね。どうやったら撮れるの、あれ。いや、3ヶ月ぐらい通えば撮れますよ、普通に。教習所。教習所です。はい。筆記もあるんですよね。筆記は、ほぼやんなかったような気がしますよ。普通の、実地。普通の免許、はい、実地だけです。すごい。いきなり大型って取れるんですか？普通の免許取ってないんですけど。普通免許を取って3年経ってからじゃないと。へぇ普通免許もだいぶ、めっちゃ先。免許はあんの？とっすないんですね。まず普通免許取ろうか。そうですね。普通免許ないのか。原チャリ持ってないの？持ってないです。あ、なんもないんだ。原チャリだけ取ろうか。原チャリ？でも、ゲンチャリって乗ります？乗ないじゃん。3人がゲンチャリ乗っては笑っちゃうけどな。ゲンチャリしかないっすっていう。ヤンキー臭がすごくなる。確かに。しかも、ゲンチャリってゲンチャリしか無理ですよね。もちろん、もちろん。そうですよ。30キロしか走れないよ。普通免許たら、原付も乗れるし、車も。そうですよね。4トンまでやったら運転できるよ。そうですね。この間、夏にね、島行ったんですよ。島？島、全然日本なんですけど、そこで、ゲンチャリのレンタルがあって、で、それあったらめちゃくちゃ便利で、もう島中全部ゲンチャリで、細いとことかも、そのためだけに取ってもいいかもしれない。マジで。その島、楽ですよ、本当に。免許なかったら乗られへんからな。なかったら自転車とか。で、山道とかだから自転車だときついし。50問答えたいから。今もそうかな。50問で OK だ。そうなんですね。多分スピードも、セアネーだって速くなるでしょ。なんかもう、風が全部こう、顎で。スピードが速くなるでしょ。ウィングみたいな。スピードが速いぐらいからもう、顔笑います。笑ってたよ。ごめんなさい。すいません。